妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、アメリカのティア級プレミアム重戦車。でっかいキューポラと区画12度がチャーミングな子、T54 ヘビータンクさんだね。うむ。マップはピルゼン、マッチングはティア8と9だね。それじゃあ初動は、重戦車さんだし、西の廃工場エリアに向かうとしようか。了解だよお姉ちゃん。でも、西に向かう味方さんが、ちょっと少ない気がしちゃうね。うむ。というか私たちと E75 さんの2両だけというのは、ちょっとどころかかなり厳しそうな雰囲気だね。これは西は捨てて、私たちも東に向かった方がいいのかな。うむ。それもありといえばありなんだけど、E75 さんを見捨てるのもあれなので、今日は防衛戦を楽しむことにしようか。了解だよお姉ちゃん。それなら E75 さんは工場内みたいなので、私たちは裏取り対策に西ルートの警戒から入ることにするね。うむ。区画12度パワーで、この線路の要線での待ち伏せだね。敵ティア級重戦車さんたちは、ちょっと中央寄りみたいだね。うむ。そして東は味方さんがいい感じに押してくれてるので、これなら西の敵が本格的に来る前に、東の突破も期待できちゃいそうだね。いいね、お姉ちゃん。むう、敵重戦車部隊が本格的に E75 さんに絡み始めちゃったね。しかも敵の数は全重戦車さんの御用だね。うむ。ちょっと羨ましくなっちゃうよね。あわう。ナイスショット大妹よ。敵がたくさん来そうなので、このままここから防衛だね。了解だよお姉ちゃん。ちょっと被弾しちゃったけど、遠距離戦なら望むところだよね。うむ。東の味方さんたちがいい感じに動いてる今、時間稼ぎこそ私たちの最大の仕事ってね。くぅ、また被弾しちゃったか。結構距離あると思うのにね。あわう。それだけキューポラが大きいってことなのかな。むう、重戦車さんたちだけかと思ってたのに、ここに来てプロジェクトさんが来るとは。あう、この突撃はちょっとあれだねお姉ちゃん。で、まずいまずい、まさかこのタイミングで突撃されるとは。あわう。しかも外しちゃったよお姉ちゃん。くぅ、狙い自体は車体下部を捉えてたけど、よし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 、超ナイスフォローだ味方さんだね。本当だねお姉ちゃん。中央から T28 プロト3のナイスクロスファイアだね。そして自走さんも素晴らしい直射だね。いいね、お姉ちゃん。でも今度は T28 プロト3がピンチになっちゃってるね。うむ。でもさっきから703さんが私たちを狙ってるし、あの子の正社は食らいたくないので、T28 プロト3の方には東から戻ってきた味方さんも来てることだし、任せちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。ナイスショット大妹よ。そして703さんがいなくなったので、今度こそ T28 プロト3の援護だね。ビシッと援護しちゃうね。あう、モイモイさんは中央に逃げ込んじゃってるみたいだね。うむ。ただ中央に逃げ込んだのなら、T28 プロト3の危機は去ってると思うので。と、自走さんを発見だね。狙い撃つねお姉ちゃん。ナイス撃破大妹よ。ただこの手の当たり判定のないオブジェクトって、もうちょっとわかりやすくしてほしいよね。あわう。でもそうだねお姉ちゃん。線路の枕木に当たり判定がないことなんて、知らない人は知らないもんね。だね。そしたら敵も来なくなっちゃったので、東から来た味方さんに全部取られちゃう前に、私たちも急ぎ進軍するとしようか。了解だよお姉ちゃん。と思って進軍したんだけど、何も打てずに終わっちゃったので、ちょっと早いけど勝利宣言とさせてもらっちゃおうか。やったね、お姉ちゃん。成績発表。よだめ3188、キル数1、アシスト327、棒ダメ1400。スコアは935でチーム内3位、2バッジをゲットだね。今日のバトル、
初動の偏りがひどくてどうなることかと思ったけど、東の味方さんの突破が早かったのと、中央の T28 プロトさんとの連携がうまくいって、いい感じに西を守りきれちゃったね。本当だねお姉ちゃん。あの車両差で守りきれたのは、ちょっとびっくりだよね。だね。収支は、フル禁断運用だったけど、2万以上の黒字だね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。